どうもバンでございます。こんにちは。今日はね、短パンがカモフラで帽子もカモフラってやばい感じですけども、そんなに緑に紛れたいのかって感じですね。今日はね、車であれなんです、車に積んでいた機材をごっそり家の中に移して、あとはあれですよ、なんて言うんだろう、家の中にあった粗大ごみですね、まあ、この間まで使っていた動画に映ってたの背面が割れた椅子とかですね、あの辺もしょうがないって言って粗大ごみで出してきたんですよ。我が西東京市は隣の東久留米市と共同でゴミ処理場を運営してるみたいで、ね、そこに持ち込めるんですよ。非常に便利でいいですよ。ゴミ持ち込みはね、有料なんだけど一発で型がつくっていうのが非常に好きです。それでですね、今日はなんでそれを やり始めたかっていうとね、その車中泊仕様に車をしちゃいたいというか、ヨーロッパに7月6月の末から7月行ってたでしょ、半ばまで行ってて帰ってきて、その後北海道行ってきたんですね。小樽に3日間行ってきて、で、まあ、その前からそうだったんだけど、飛行機がねあんまり好きじゃないんですよ、正直なところ。なんかね、旅先でいろんな人と話したんだけど、その移動そのものが好きっていう人はすごい適正なんだなと思いますね。旅行好き、移動好きっていうのは素晴らしいことだと思います、僕からすると。なんでかというと、僕の場合は写真を撮るために移動をするというか、まあそれだけですよ本当に。なので合間の移動自体は別にね、車の移動はね案外苦にならないんだけど、結構好きは好きなんですよ。なんだけど、なんて言ったら車じゃない移動ですね、例えばその自分の自由が効かない移動っていうのものすごく苦手で、要は身体拘束されちゃうじゃないですか。なのでその辺がね、なんというかこう圧迫感を感じてダメなんですよ。で、飛行機もまあまあ大人だから乗るけど、こうギャーギャー泣いたりしないですけど、乗るは乗るんだけど、できれば避けたいなと思って小樽行って考えてみたら、小樽にバイクの人いっぱい来ますよね、まあ、北海道にねバイクの人いっぱい来て、あ、いいじゃんと思って、その北海道であっても最終的には北海道って青函トンネルが車道作んなかったから、最終的には船に乗らなきゃいけなくて、そこでまあ1万何千円から2万何千円取られるらしいんですけど、まあ、それはそれでしょうがないとしても、まあ陸路でつながっちゃえるよねと。陸路でつながってないのが離島扱いになるんだけど、そういう最後のこうラストワンマイル的なところだけ自分じゃないね、どっか船とかの力を借りるんであれば、まあ別にそこまで自走で行けるし、で結構今スケジュール自由に組めるようになってきてるんですよ、正直なところ。なのでその動画作りながらちょいちょい合間に面白いところ写真撮りながら移動して止まって移動して止まってって、車止まっちゃえばいいじゃんって。でその車中泊のチャンネル、ランタイムさんって車中泊チャンネルやってる方いらっしゃるじゃないですか。もうすごい大好きでめちゃくちゃ見ましたよ、この何日間かで。僕だけで再生数が 何十回か何百回かぐらい増やした勢いで見ましたけど、すごいね、面白い方というか、取り組みがサイエンスな方で僕大好きですね。でいろいろ見せてもらってね、情報を惜しげもなくガンガン教えてもらった。なるほど、車中泊ってそういうノリなんだっていう、まだ全然やってないから。バンドマンだった時、僕もともと音楽やってたんですけど、バンドでねギター弾いてたんですけど、その時にその車でもう移動中にもう疲れるし、宿を取るのもなんだしって言って、基本車の中で寝ちゃうんですよ。でスーパー銭湯、ライブハウス、車の中で寝るをその順番を入れ替えながらぐるぐる回って、全然九州とかまで行っちゃうんですね。でその時はね、リーダーが待ってた一番でかいハイエースで移動しててね、ベースのキャビの裏側が僕のその寝るスペースにいつもなってましたけど、そういう風にね、そのバンドマンの場合結構車中泊慣れちゃってるんで、もともとまあそんなもんだろうと思ってるんですよ。で今回、まあ、体がこう衰えておじさんになっているっていうのがあるんで、なんて言うんでしょうね、そういうこうイケイケゴーゴーな、その気候にフル対応、体の側が気候にフル対応できるってことはないわけですよ。簡単に多分体を壊してしまうので、しかもライブリハーサルで終わりじゃなくて、その合間に写真をもうめちゃくちゃな距離歩いてめちゃくちゃ写真撮んなきゃいけないので、その辺も勘案すると結構車一人仕様、もう完全に目標は車を一人車中泊仕様にしちゃって、とにかく僕が快適な状況にしようと。で寝られると。でもちろん目的としてはその車中泊が目的じゃなくて写真を撮るのが目的だから、写真を撮るのと写真を撮る動画を撮るのがね目的で、まあ、面白がってくれる人がいるってのはありがたいから、それはそのまま距離を伸ばしてやりたいなと思って、その計画のまず第一歩としてまずゴミを捨てに行ったんですけどね。なんで目標としては
車中泊とかもそもそもキャンプじゃ全然ないので、移動する事務所的な感じで車を、多少家代わりに使えるようにしたいっていうところを目標に今あれこれ情報をリサーチしてて、まあなんだかんだ、寝るためにマットは必要だろうし、なんだかんだ寝るために、寝袋が必要な時も多いでしょうから、今あの8月の6日ですね、8月の6日で随分暑いので、これから一気に北の方に行けば寒くなっていくはずなんですね。北海道も寒かったもん夜は。なのでその辺をね、うまいことやれるチャンネルにできるために車をしていこうかなと思って、でこれ僕はあの車関係の方みんな一発で気づくと思うんですけど、新潟のフィットです、 G6 なので、ここね、あんま後で見せますけど、後ろがねちらっと1列目でしょ、ここ僕が座ってんで、2列目シートがあって、で2列目シートがバタンって全部倒れるんですよ。でこれあの3列シートはないので、2列目シートが床の部分にこうボコンって埋まってくれるので、かなりフラットになるんですよ。で身長が僕174センチあるので、完全に、なんて言うんでしょうね、完全にこうビーンって伸びて寝られるほどのスペースはさすがに作れないんですけど、後ろから頭が後ろ後部座席ハッチバックのところだとしたら、足がねこの辺りまで来るようにすればはまるんですよ。あのなんていうかね、その一応体を伸ばせる状況になるので、とりあえず車買い替えどうこうとかよりも結構コンパクトに動けるの好きだし、フィットってすごく小回り効いて好きなんですよ、やっぱこのサイズなので、これでしばらくちょっとあちこち行けるようにやってみたら面白そうだなと思ってですね、計画をしております。で今ゴミを捨ててこれからですねオートバックスに向かって、ちょっと車の中の便利グッズ一応目で見ておきたいなと思って向かっておるでございます。今回買おうと思ってるのは、車中泊の目的が写真を撮って、そのあれですよ、移動する要はね、どっかに写真撮りに行くときに片道で帰ってくると、要は行き分と帰り分と時間がいるじゃないですか、移動時間がね、移動時間もコストもかかっちゃうし当然っていうのがあるので、移動コスト両方かけるのが1日の中でかけちゃうのがしんどいから、じゃあまあ片道で済むように泊まりにしようですよね、2日に分散しようって考えて、でその上で考えると、まあ別に疲れたらその旅館なりホテルなり安いとこあれば泊まっちゃえばいいやと思うんだけど、その基本的にはまあ車である程度あれこれ作業できるようにした方がいいし、小樽に行って思ったのは、小樽でお宿、すごい面白いゲストハウスがあって、若いオーナーさんでね、あのいろいろお話ししてもらって面白かったんですけど、どっかに拠点を決めちゃうとそこに荷物置いちゃうし、予約しちゃうからそこに戻るしかないじゃないですか。だから出先でさらに細かく移動するときに、出先ってこうトントントンって先に先に行けないで戻らなきゃいけなくなったりするんですよね。それが非常に無駄だから、あったらもう車に止まっちゃって、泊まり屋もどっか行った先で、あこれ空いてるなら単発で今日だけ泊まっちゃえとかっていうノリで行けるようにした方が絶対写真撮るには有利なんで、なんかね、自分が好きなように好きなものを撮るために移動どうしようって考えた時の車車中泊も選択肢としてありっていうのは、非常に自由度が広がっていいなーって言って勝手に盛り上がってるんですよ。さあこれが初公開、我がフィットちゃんの後ろです。これね、運転席助手席ここの位置にあって、見える？後ろね、2列目のシートこうやって折りたたんだ状態でこうボコッと床に入っちゃうんですよ。なんでそこのね、よいしょ、そこの部分がちょっと段差があるんだけど、まあなんかマット敷いちゃえばいいでしょうっていう感じなんですよ。なのでまあ寝れんことはねえよなと思いますね。助手席を一番前にまでやると、ごめんね、あの掃除全然ゴミを下ろしたばっかりでやってないんでちょっと小汚いですけど、助手席を一番前にすればここまで隙間ができるんですよ。なので実際ね、後ろに入ってみると、よっこら、見えますか、これおっさんの腹が見えてあれですよね、これ見えてるかどうかよくわかんないですけど、僕今身長174センチで、頭がですね、後ろのテールゲットっていうの、後ろのドアにもう今つかえてます。ギリギリ頭入ってない状態だけども、足の裏がついてる状態なんですね。こんな感じなので、ちょっと容赦すれば別にまあまあ一応伸ばせるし、体はここに足を入れてしまえばまあ大丈夫でしょうという感じなんですね。なのでその辺別にね、こんだけのスペースがあればまあいいかって。あとは人によってはね、ここにあのなんだろう、クッションとか置いてあのフラットにしてる人もいるし、ここに足を入れてしまえば
飛行機みたいにここに足を入れてしまえば別に、なんて言うんでしょうね。座る型なんて言うんだろうね。多少くの字にはなるんだけども、一応まっすぐ寝られる。そうすると、頭側が今度余裕なんですよ。この形で。意外と余裕なんですよね。だから、意外とって何回も言ってるけど、意外といいな、楽ちんだなと思ってます。っていう感じですよ。もう全然寝れちゃうなと思って。でね、フィットちゃんいいのが、2列目がこうやって2分割になるんですよ。で、作業机って考えたら、まあ運転席でもいいんだけど、作業机ここにしちゃえばいいかと思って、ここ。このノリでここによく見る、カチャってかけるパソコン机みたいなね、机1個置いちゃえば、ここで作業できちゃうなぁと思って。いいでしょ？あとは、写真撮る関係の機材と服ですよね。と洋服と、あと最低限、まあ、お湯ぐらい沸かせるようにしてた方が多分幸せに、冬場とか特に幸せになれると思うんで、その辺のグッズをまあ後ろに、オリコン大好きなんで、あの元運送業なんでオリコン大好きなんです。オリコンアマゾンで買ってきて2個ぐらいポポンと置いちゃえばまあ完成でしょ。まあそこで ここね、こっち側に寝ればいいから、なんとでもなるなと思って。で、昨日夜中ですね、汗びちゃびちゃになりながら機材を下ろしてやってました。なんで今からその、まあちょっと便利グッズなり、あれば面白いかなと思ってオートバックス来てるんで、ちょっと見てみたいと思います。まあ動画的にはここまでね。またね。